夏休み中の子どもたちが海や川で遊ぶ際の水難事故を防ごうと、所沢市の北野公園市民プールで服を着たまま泳ぐ着衣泳の講習会が開かれました。講習会には市内に住む小学1年生から6年生の児童と保護者の合わせて40組が参加しました。はじめに参加者は服を着て靴を履いたままプールに入って、ゆっくりと水の中を歩き、衣服が濡れた場合の動きづらさなどを体験しました。この後、ペットボトルを抱えながら仰向けに浮かぶ練習をしました。最後に参加者は水の中で溺れた際は、手は横に広げて水面に出さないようにした上で、床に寝転がるラッコ浮きのイメージで浮くことが大事なことを学び、実践していました。県警によりますと、去年7月から8月までに、県内の河川などで9件の水難事故が発生し、7人が死亡しているということです。楽しかったし、最初できなかったけどできるようになって嬉しかったです。浮いて待てっていうのは、まあ、聞いたことはあるんですけど、実際に体験することで、まあ、本当に事故になった時とかにできるかなっていう。最初全然できなかったのが、浮けるようになってすごいなって嬉しかったです。